リンテンバイエル。岡崎リンテンがラジオで行うギターワンポイントレッスンです。今回のお題はこれ。同じトップノートでコード進行を作る。その1です。これはですね、ギター奏法そのものの、エクササイズではないんですけど、同じトップノート、まあだいたい1弦とか2弦になると思うんですけど、ギターの場合はね、これでコード進行を作っていく。もちろんこう同じキーの中でこうコードの流れを作っていく。これは一つのエクササイズですね。これをやってみたいと思います。例えば、僕がアレンジした曲、またあるいは僕のオリジナル曲の中でもいくつかあるんですけど、分かりやすいところで、エルヴィス・プレスリーですね。こんな曲があります。有名な曲ですね。Love Me Tender。でもこのサビの部分です。ここまで同じ、トップノートで動いています。でも毎回コードが変わっていっています。C、トップは一弦開放のミですね。次が B 分の E7、こちらも同じトップノートです。 A マイナー、そして G 分の C7 とで、続く F メジャー7、ここまでは同じ音で取られています。このように、同じトップノートで、コードを変えていく。なるべくダブらないようにするといいですね。そして、これも有名な曲、ズバリそのタイトルが表す通り、ワンノートサンバというボサノバの名曲があります。これも、ここはキーは G ながらトップノート D で動きますね。ギターの場合は2弦の3フレットで取ってみます。ここでトップノートが変わります。ここまではずっと同じですね。次はここは1弦の3フレット、その音がトップノートになります。また元に戻って、ここまでで、パターンが終わるわけなんですけど、そこまで出てほとんどが2弦3フレット、レの音がトップノートとして取られている、そしてまたそこからタイトルが付けられてワンノートサンバとなったわけなんですけど、このように、コードは変わっていくんですけど、トップノート、つまりメロディーとなっている音は変わっていないというね、コード進行、これは巡回コードでも作ることができます。じゃあ例えば、コード D でいきましょうか。キー D ですね。 D、B マイナー、E マイナー、 A7、 こういうごく普通の巡回コードですね。このトップノートを、じゃあ1弦の2フレット、 F シャープの音ですね、こちらでトップノートを置くと、最初の D、 B マイナー、B マイナーでも B マイナー7でも構いません。コードの中に含まれている音で問題ないんですが、次の E マイナーの場合は、コードの中には含まれておりません。だからそこを足してやって、E マイナー7のナインス、あるいは E マイナーのアドナインスですね、そういうコードに変えてあります。そして A7 の場合も1弦2フレット、 F シャープの音は含まれていない、それを足してやると A7 の6ということになりますね。このように、巡回コードでも作ることができます。もちろん いろんなキーでもね、試してみてください。その発展形はまた、次週にでも取り上げてみましょう。
今日のリンテンバイオリンいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターにおけるご相談、悩み、あるいはご質問、何でも受け付けますのでね、番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。